はい、こんにちは。ということで、今日は4日目サードエキシビジョンカップ4日目でございます。さあ、何位？3位か。5万点3位。今日1日結構頑張ってやっていきたいと思います。ガチでね、ちょっとこれプリンセスの称号欲しいんで、ガチでちょっと1位目指してやってみたいと思います。はい、でおすすめはやっぱりハッピーアイカツ、すごく難しいで、全国のライバルとバトル、まあ、これ見つかんない場合はね、オフラインのプレイヤーとバトルで、あとおすすめスイングはメルリですね。このコンボがおすすめ。なんでかっていうと全部ノーマルなので、相手がねレア以上だったら逆転ボーナスがもらえるので、プラネットポイントがちょっと高くなる。でこいつ自体も、強くなるので、そんなにね、あの相手がローゼとかでも全然余裕で勝てます。結局マッチングは今できませんでした。連日ね、いろんな人とマッチで戦えて楽しいです。ツイッターの方でね募集してたりするんで、ぜひ。そう、こういう時はレア、プレミアム、レア、ノーマルだから逆転ボーナスが2つ勝てばね、でもうこんなのにとか全然負けない、すごい強いです。今途中でねミスっちゃったんで、フルコンボのボーナスがなかったんで400ポイントでした。フルコンボがあるとだいたい690から720とか710とか、その間で取れます。さあ、プロフィールだよ。プロフィールだよ。プラネットポイントゲット、ドルシアポイントゲット。1位は何点なんだろうか。またね。はい、オッケー。2回目はフルコンボできました。よかった。まあこんな感じでね、これぐらいもらえるよと。年商ボーナスやっぱ70もでかいね。でさっきスキップしちゃったんですけど、1位ね、まさかの人に取られてました。レナさんです。プリンセス激強。ノーマル3連続からの残念。お金入れてドゥリンって言ってずっと動かない、エラーかな。電源切って動いた、普通にびっくり。なんで飛ばしたの。いやー、今ちょっとね戦慄してる。これね、1位アンさん101,610、レナさん73,50、俺53,30。5万点も下がるってやばくない？5万点って100回で約やーべえ。やべえ。結構かかるな。まだだ。あ、これが終わって、また遊んでね。これも終わって、次お金入れるまでは6分20秒。ようやく2位になりました。とりあえず今日は1位。さっき6分20秒だったじゃないですか。6分20秒っていうのはまずスイングを買うモードじゃなくてリズムゲームで遊ぶ。であとは全国対戦を選ぶ。それで6分20秒なんで、1時間で約10回遊べると、レンコインでね。で10回フルコンボだったら、まあ1回でだいたい700ポイントぐらいだから7000ポイント、1時間7000ポイント。
あとはお店のやってる時間で自分がどれだけやれるかだから、まあ最高で10時間ぐらい、1日で7万ポイントぐらいは貯めれますね、ずっとやってて。でもアンさんの8万ポイントレベルはちょっと信じがたいぐらいやばいけど、本当にずーっとやってんのか、なんか代行でこう頼んでるのかわかんないけど、見てみたいよ、本当にずーっとこう台でやってるのか、やばいよなマジで。ガチガチガチ辛いっすね。はい、ということで、まあ、頑張って1位目指してやっていきたいと思います。